板系の運動やったことがあるの、おもろ。なんだそのマット運動みたいな。スキーやったことないの。スキーとかさ、ゲレンデに行ったことがないんですよ。行ったことはあるんだけど乗らなかったんですよ ね。寒いのがね苦手。雪スポーツは暑いって言うけどさ、でもそれってさ硬い構想をまとってるから暑いわけじゃん。実際に暑いわけじゃないじゃん。じゃあ寒いな。まあ、車買ったらスキーもありか。免許持ってないけどね。免許取るところから始めます。ボルタで運転できないの俺だけなんじゃない。ヒバリアだって運転好きだもんね。なぎちゃんも運転してるしな。 KNT も運転できるんか。車運転できるようになったらシエンタぐらいの車欲しいな。車高低い車はねダメかもしれない。かっこよくはあるけど頭ぶつかるもそうだし、荷物とかも入れやすいじゃん。スポーツカーもいいけどね。オープンカーもな、冬は寒けりゃ夏は暑いしな。バイクはだって荷物置けないじゃん。ボクシーはちょっとでかすぎかも。だからね、やっぱね、そういうのを総合的に見ると結局ちょうどいいなってなるんだよね。シエンタとかそこら辺の大きさ。ボルボってさ高級車じゃない。ちなみに私が今話してるシエンタって何円くらいですか。新車で買うと300万円とかか。200は超える。あ、なるほどなるほど。まあ車らしい値段だな。いやどうなんだ、車って。でも車ってそれくらいだよな。で、ボルボとか買おうとしたらさ1000万とかするんでしょ。マイバッハ、マイバッハなんだ。マイバッハやばい、マイバッハやばいんだらやめときます。3000万だと思う。地方だったら家が建つぞ。高え。でもそう思うと物の価値ってさよくわかんないよな。